はい、どうもこんにちは、早春です。本日の動画はリーグ週間&シエル週間当たりランキングということでやっていこうと思います。獲得必須級の選手も何人かいるので、ぜひ皆さんご覧ください。年内チャンネル登録者数300人を目指しているので、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。では本編いってみましょう。はい、ということでね、今回は第6位からやっていこうと思うんですけど、第6位はモドリッチ選手ですね。今回右サイドハーフの適性が追加されて、ワンタッチシュートとピンポイントクロスがつきましたね。補正コメント能力がこちらとなります。ボールコントロールからフライパスまでの数値がオール90とかなり強い能力なんですけど、やはりですね、今回皆さんバグ強化に期待してたと思うんで、とりあえず前回の比較を持ってきたんですけども、やはり前回が強すぎるんですよね。チャンスメーカーの変更と右サイドハーフでの変更があったものの、プレーメーカーだと OMF が無印になったり、かなり前回の方がいいかなって思うので、これはさすがに乗り換えなくていいなと思いますね。ということで、ね、第5位はディマリア選手ですね。チャンスメーカーの変更があったのと、スキル追加は何もされてないですね。補正込み能力はこちらとなっているんですけど、ドリブル、フライパスの数字が高くて、その他の能力もね、平均して高いですよね。そしてね、スキルも高いので、かなり汎用性があるので、ぜひ皆さんゲットして使ってみてください。続いて第4位はディアン・クルセフスキ選手ですね。補正込みの能力はこちらとなるんですけど、オフェンスセンスから決定力まで、そしてカーブ、スピーシュン、キック力、ボディバランス、スタミナまで全て発注乗っている超万能型選手で、フィジカルコンタクト79という点もかなり強いですよね。スキルも元からダブルタッチ、コントロールカーブ、ミドルシュート、ワンタッチパス、アウトスピンキックなど優秀なスキルが揃っているので、ぜひ皆さんこれは使ってみてほしいですね。ということで、ね、ここからトップ3いってみようと思うんですけど、第3位はサミュエル・チクウェズ選手ですね。この選手、今回の超強化枠といっても過言ではないと思います。2列目からの飛び出しへの変更と、スピシュンのこの高さ、そして今回ワンタッチシュート、コントロールカーブ、スーパーサブが追加されてるんですよね。これは本当にやばいですよ。補正込みの能力がこちらとなっていて、スピード瞬発95、99とかなり使いやすい能力となっていて、身長172センチっていうのもいいですよね。こっからスーパーサブでかなり能力上がってくるって考えると、本当に当たりの選手だと思っています。続いて第2位やっていこうと思うんですけど、1位と2位はどちらもかなり強いので、トントンの能力な感じがしますね。第2位はキム・ミンジェ選手です。ディフェンスセンスからアグレッシブネスまで90、93、88、88と高いのが強いんですけど、やはりスピード83とフィジカルコンタクト90、そして身長190センチと、さらにスキルも完璧っていうのがかなり強いんですよね。補正込み能力はこちらとなっているんですけど、やはりスピード大台に85乗ってきますし、身長190センチをセンターバックで珍しいんで、全然課金制のスカットにも入ってくる選手だと思っています。続いて第1位はダイオウパメカの選手ですね。この選手は本当にやばい。ちょっともう勘弁してくれってぐらい本当にやばいです。この選手もうビッグタイムと張り合うぐらい強いんですけども、ディフェンスセンス85、守備意識88、ボール出し94、アグレッシブネス93、そしてなんとスピード95、フィジカルコンタクト94と、これ本当にやばいですよ。マジでこの選手獲得必須級だと思います。補正込みの能力はこちらとなっていて、ボール出し96、アグレッシブネス95枚乗ってきますし、ジャンプも91枚乗ってくると空中戦もかなり強いんですよね。今回かなりスキル追加もされているので、ぜひ皆さん獲得必須級の選手で狙ってみてください。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。センターバックの強化度が本当にやばくなってきましたね。スキル追加などは詳しくショートの動画でも上げているので、ぜひ皆さんそちらをご覧ください。もう一度言いますが、年内チャンネル登録数300人を目指したので、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。